国防科技大学は中国人民解放軍の高級教育機関である。湖南省庁差し替え福区に所在する。英語略称はニュート、中央軍事委員会直属の唯一の全国重点大学であり、中国の二百十一校庭、八十五校庭にも選ばれている。二千十四年現在はおよそ一万四千学生が在籍している。そのうち学部生の数は、 約8400人、大学院生は約5600である。教育及び研究のレベルは国内トップだが多数の研究情報が公開されていないため一般の大学ランキングに掲載されていない。民間団体の中国交友会網が発表した中国一流大学名簿によると聖火大学、北京大学、中国科学院大学に並び中国に4つだけの 7つ星の大学である。また、中華人民共和国教育部が発表したランク付けによると、下記の銃の分野における実力が中国トップ10に入った。1953年に中国人民解放軍軍事工程学院として設立。1966年までこの名だったが、複数解明の後に文化大革命時に一旦消滅。1978年に、 国防科学技術大学として復活。2000年11月29日、日本で有名な人型二足歩行ロボットの先行者を開発する。2010年11月から2011年6月まで、同大学の天外1号がトップ500でスーパーコンピューター世界1位を記録していた。2014年6月23日、ドイツライプツヒで開催中の HPC 国際会議。 S エスック14で最新のランキングでザイオンファイを搭載するテンガ2号が前回、前々回に引き続き首位を守った。実行性能は33.86ペタフロップスで1年前と同等である2016年4月21日中国発の警備ロボットアンバットを開発する。このロボットはテンガ2号とクラウドで連携しておりスタンガンで武装しており 顔認識を行って、中国の空港でのパトロールなどに利用されている。2017年7月、国防科学技術大学から、国防科技大学と改名した。9つの学院が存在している。長広市長量基地警察都市各桂陽ラ広市。森。1996.7から2008.7。長育林。2008.7から2011.6用。学部 2011.6李東の広志交流中山長期視聴地万春高校の中女一点王権威ありがとうございます